クリスティーナ、クリスティーナ、エンジェル・オブ・ミュージック、私のエンジェル・オブ・ミュージックよ。君の歌声はなんて美しいんだ。私のために歌え、歌っておくれ。君の歌声は私だけのものだ。エリック、お願いだから、そんな言い方はやめて。夜に寵愛を受け、闇から生まれたファントムよ。君は私と共に夜の音楽を書くべきだ。主様ですか。うるさい、うるさいぞ。忌々しいオペラ様や、深夜になってもやかましい俗物がうろついている。エンジェル・オブ・ミュージックよ、しばらく別れを告げよう。はい、ここには私しかいません。その今は発声練習をしています。お聞きになったのは私の声かもしれません。では失礼します、カーシュ様。失礼するよ、カーシュ。クリスティーナ、エンジェル・オブ・ミュージックよ。なぜ音楽の美しさを理解してくれる者がいない野蛮な土地にとどまるのだ。この忌々しい世界をなぜ楽園だと思うのだ。そんな言い方はやめて、エリック。皆さんは私たちの歌声がとてもお好きなんだから、皆さんをもっと喜ばせたいと思うの。バカバカしい、バカバカしいぞ。夜に寵愛を受ける者よ、なぜ君の歌声を俗物に捧げるんだ。君の歌声に魅了されたら闇に行きたいと思う者などいなくなるだろう。悪あがきはやめたまえ、クリスティーヌ。私たちこそ真夜中に生きる仲間だ。君のすべてはこの私が授けたものだ。歌声も力も存在する意味までもな。やっぱりその話やめましょう。あ、監視様。また邪魔な奴が来やがったな。ごめんなさい、見られちゃいましたか。はい、私の人形が話しかけてくれています。名前はエリックと言います。その、エリックがいつからそばにいるようになったかはよく覚えていません。一体どのような存在なのかということもよくわかりません。そんなことありません。誤解です。ごめんなさい。これから発声練習をしなくてはなりませんので、今日はここで失礼します。クリスティーヌ。私のクリスティーヌよ。実に面白い。私が何者か知らないって？ああ、だよな。君はわかるよな。誰だって闇を抱くことより美しく輝く舞台に上がることに憧れている。たとえ偽りの美しさでもな。Thank you.
おのれ、クリスティーヌ。君は私に逆らう気なのか、運命に逆らおうとするのか。そうじゃなくて、エリック。私はただ、あの人のために、誕生日プレゼントを用意したいと思って、本当にそれだけ。クリスティーヌ、哀れな愚か者よ。なぜ分かってくれないんだ。人間の誕生日だと、原初の出現日に等しいものなど、私たちにとっては長老であり、呪いに過ぎん。そもそも私たちには、同情や偽りの善意などいらぬ。偽善者が、本当に大嫌いだ。エリック、落ち着いて。やはりまた君か。自分を一体何様だと思っているんだ？お姫様を助ける騎士のつもりか？愚かな人間よ。本当のクリスティーヌを理解できると思っているのか？ああ、なんてつまらない。喋っても無駄だ。大丈夫です、監修様。本当に。大丈夫です。申し訳ありません。シャンデリアを壊した上に、寝ているところを邪魔してしまいまして。いえ、あれはエリックのせいじゃありません。はい、監守様にはそう見えているかもしれませんが、実はそうではありません。ありがとうございます。でもこれは、監守様に助けていただくことではございません。私の運命は、監守様が変えられるものではありません。ですから、これ以上私に近づかず、優しくしないでください。この闇を、これ以上暗くしないでください。クリスティーヌ、私のエンジェル・オブ・ミュージックよ。君はもう決めたのかい？うん。いいぞ。君はようやく真実に触れたんだ。自由とは美しい言葉だ。私たちとは関係のない概念だ。朝の光に照らされることのない墓場のように、私たちは闇の中で生きるべきだ。でも大丈夫、クリスティーヌよ。私たちにはお互いがいるじゃないか。だから孤独なんかではない。呪われたり、罪に手を染めたりしたとしても苦しむことはない。エリック、一つだけお願いがあるの。真相をあの人に伝えたい。伝えたければ伝えてこい。真相を知ったあいつの面、見てみたいものだね。これで君は未練も残さず、元の世界に戻ってくれるだろう。
ッシュ様、もう来ないでください。お願いです、これ以上私を苦しませないで行かせてください。残した手紙を読まれたはずです。私たちにとってはこれが一番いい結末だと分かっているはずです。もう私を助けようとしないでください。私は邪悪な人形に支配されてなんていませんし、脅しにも屈していませんから。偏屈様と愛想も私の魂の一部ですから。これが私の呪い、オペラ座の怪人の継承としての呪いです。私は最初からクリスティーヌとエリックなのです。自分自身をどれほど嫌っても心の闇は消えません。何も変えることはできません。もしかして、すでに分かっていたのですか？ではなぜ、言わなかったのです？では人々に会って、皆さんから好意をいただくことで、魂の中にいるエリックの部分が、ますます乱暴になることも、分かっていますよね。結局私は他人を傷つけて、不本意な行動をとってしまうのです。そうですか。私が自分自身を嫌悪しすぎているせいで、ますます自分が憎らしくなってきたと。わかりました、ごめんなさい、監守様。今までありがとう。結局私たちは変わることができないかもしれませんが、いつかは朝日が当たる暖かい場所にたどり着きたいです。あなたは私たちのエンジェル。その暖かい両手で私たちを暗い闇から救ってくださったのです。